この動画では、シンフォニア岩国主催公演のチケットを、インターネットから購入する方法について、ご説明します。購入方法に入る前に、まず、シンフォニア岩国の会員制度についてご説明します。会員は、シンフォニア岩国友の会とネット会員の2種類があります。友の会に入隊すると、 主催公演チケットの先行販売、割引価格での販売、年6回発行される情報誌、響きの無料送付などのサービス特典を受けることができます。ネット会員は、先行販売や割引販売などの特典はありませんが、一般発売日からインターネットで購入することができます。また、メールアドレスを登録いただいた方には、 チケット発売情報などのメールマガジンをお送りしています。友の会もしくはネット会員になると、購入のたびにお客様情報を入力する必要がないため、手続きの手間が少なくなります。会員登録せずに購入することも可能です。ここから、会員の種類ごとに購入方法をご説明します。ネット会員の場合、 会員登録なしの場合の説明は、画面に表示している時間まで動画をスキップしてご覧ください。それでは友の会会員の購入方法をご説明します。まず、シンフォニア岩国のホームページを開きます。トップページ右側にある、インターネットでのチケット購入予約のバナーを押します。すると、 このような画面が出てきます。会員登録がお済みの方はこちらの欄にある会員 ID とパスワードを入力します。会員 ID は入会した時に付与される4桁の会員番号のことです。次にパスワードを入力します。初めてログインする方は初期設定のパスワードを入力します。初期設定のパスワードは アルファベット小文字、岩国の後に会員番号の下4桁を付けたもの、もしくは入会時に登録した電話番号の下4桁を付けたもののいずれかです。ログイン後、パスワードの変更を求められますので、新たに設定をお願いいたします。ID とパスワードを入力すると公演選択画面に進みます。ここでは、 ライナーキュッヒルバイオリンリサイタルを購入します。公演名の下にある購入ボタンを選択します。すると、このような画面に変わります。ご希望の公演日時の欄にあるマークを押してください。この時、二重丸と丸三角になっている欄のチケットは購入いただけますが、バツになっている欄のチケットは すでに完売しているため購入いただけません。次の画面で、チケットの席種と枚数を選択します。該当する席種を選び、枚数を選択してください。ここでは、友の会料金のチケットを2枚選択しています。友の会料金で購入できるチケットは2枚までです。3枚以上購入したい場合は、 同時に、一般料金の枚数も選択してください。指定席の公園では、座席指定して予約、座席ブロック指定して予約、座席指定しないで予約の3つがありますので、ご希望のタイプを選択してください。座席指定して予約を選択した場合、ご希望のブロックから座席を指定することができます。まずブロックを選びます。 これは1階席をブロックに分割した図です。画面の上側が舞台、下側が客席後方となり、A1、A2 という表記が客席のブロックを示しています。舞台に向かって、左側から1、2、3と付けられています。2階席を選びたいときは、上にあるエリアを選ぶで2階をクリックすると、 2階席のブロックが表示されます。ここでは、1階席 B、B の2のブロックを選択します。すると B、B の2のブロックで、空いている席が表示されます。黒い青色の座席の中から、希望の座席を選ぶと、座席の色が黄色に変わります。その状態で、座席を確保するを押すと、選んだ席のチケットが確保され、 他の方が予約できない状態になります。次に、このような画面になりますので、座席番号をよく確認の上、チケットの決定ボタンを押してください。これで、チケットの確保ができました。一度決定した先は、変更することができません。また、ここから、10分以内に予約受付が完了しなかった場合、 予約はキャンセルとなりますのでご注意ください。続いて、代金の支払い方法とチケットの受け取り方法についてご説明します。支払い方法と受け取り方法は、ご覧の3つがあります。1、シンフォニア岩国窓口で支払い、その場でチケットを受け取る方法。2、クレジットカードで決済し、セブンイレブン店頭でチケットを受け取る方法。 3. セブンイレブン店頭で支払い、その場でチケットを受け取る方法。ご希望の方法を選択してください。ここでは窓口支払いを選択します。次の画面では、お客様情報の確認を行います。ご登録のお名前、電話番号、メールアドレスに間違いがないか確認してください。また、ページの下にある、 利用規約と無断優勝状との禁止に同意をお願いいたします。それぞれのチェックボックスにチェックを入れると次の画面に進むことができます。次の画面で予約内容を確認します。間違いなければ予約するボタンを押してください。予約確定前にこのような画面が出ます。必ずご確認の上。 OK ボタンを押してください。これで予約が完了しました。予約有効期日までに、選択した方法で、チケット料金のお支払い、及び、チケットのお引き取りをお願いいたします。ここからは、ネット会員の購入方法をご説明します。まず、シンフォニア岩国のホームページを開きます。トップページ右側にある、 インターネットでのチケット購入予約のバナーを押します。すると、このような画面が出てきます。会員登録がお済みの方は、こちらの欄にある会員 ID とパスワードを入力します。会員 ID は、アルファベットの N の後に4桁の数字がついた会員番号のことです。パスワードは、 入会時にご自身で設定したものを入力してください。ID とパスワードを入力すると公演選択画面に進みます。ここでは、ライナーキッヒルバイオリンリサイタルを購入します。公演名の下にある購入ボタンを選択します。すると、このような画面に変わります。 ご希望の公演日時の欄にあるマークを押してください。この時、二重丸と丸三角になっている欄のチケットは購入いただけますが、バツになっている欄のチケットはすでに完売しているため購入いただけません。次の画面で、チケットの席種と枚数を選択します。該当する席種を選び、枚数を選択してください。 ここでは、一般料金のチケットを2枚選択しています。指定席の公園では、座席指定して予約、座席ブロック指定して予約、座席指定しないで予約の3つがありますので、ご希望のタイプを選択してください。座席指定して予約を選択した場合、ご希望のブロックから座席を指定することができます。まずブロックを選びます。 これは1階席をブロックに分割した図です。画面の上側が舞台、下側が客席後方となり、A1、A2 という表記が客席のブロックを示しています。2階席を選びたいときは、上にあるエリアを選ぶで2階をクリックすると2階席のブロックが表示されます。ここでは1階席、 B の2のブロックを選択します。すると B の2のブロックで空いている席が表示されます。濃い青色の座席の中から希望の座席を選ぶと座席の色が黄色に変わります。その状態で座席を確保するを押すと選んだ席のチケットが確保され他の方が予約できない状態になります。次に このような画面になりますので、座席番号をよく確認の上、チケットの決定ボタンを押してください。これで、チケットの確保ができました。一度決定した先は、変更することができません。また、ここから、10分以内に予約受付が完了しなかった場合、予約はキャンセルとなりますので、ご注意ください。続いて、 代金の支払い方法とチケットの受け取り方法についてご説明します。支払い方法と受け取り方法はご覧の3つがあります。1、シンフォニア岩国窓口で支払い、その場でチケットを受け取る方法。2、クレジットカードで決済し、セブンイレブン店頭でチケットを受け取る方法。3、セブンイレブン店頭で支払い、その場でチケットを受け取る方法。 ご希望の方法を選択してください。ここでは窓口支払いを選択します。次の画面では、お客様情報の確認を行います。ご登録のお名前、電話番号、メールアドレスに間違いがないか確認してください。また、ページの下にある、利用規約と、無断、有償譲渡の禁止に、同意をお願いいたします。 それぞれのチェックボックスにチェックを入れると次の画面に進むことができます。次の画面で予約内容を確認します。間違いなければ予約するボタンを押してください。予約確定前にこのような画面が出ます。必ずご確認の上、OK ボタンを押してください。これで予約が完了しました。 予約有効期日までに選択した方法でチケット料金のお支払い及びチケットのお引き取りをお願いいたします。ここからは会員登録せずに購入する方法をご説明します。まず、シンフォニア岩国のホームページを開きます。トップページ右側にあるインターネットでのチケット購入予約のバナーを押します。 すると、このような画面が出てきますので、会員登録せずに予約購入へのボタンを押してください。すると、公演選択画面に進みます。ここでは、ライナーキュッヒルバイオリンリサイタルを購入します。公演名の下にある、購入ボタンを選択します。すると、このような画面に変わります。 ご希望の公演日時の欄にあるマークを押してください。この時、二重丸と丸三角になっている欄のチケットは購入いただけますが、バツになっている欄のチケットはすでに完売しているため購入いただけません。次の画面で、チケットの積首と枚数を選択します。該当する積首を選び、枚数を選択してください。 ここでは、一般料金のチケットを2枚選択しています。指定席の公園では、座席指定して予約、座席ブロック指定して予約、座席指定しないで予約の3つがありますので、ご希望のタイプを選択してください。座席指定して予約を選択した場合、ご希望のブロックから座席を指定することができます。まずブロックを選びます。 これは1階席をブロックに分割した図です。画面の上側が舞台、下側が客席後方となり、A1、A2 という表記が客席のブロックを示しています。2階席を選びたいときは、上の方にあるエリアを選ぶで2階をクリックすると、2階席のブロックが表示されます。ここでは1階席 B の2のブロックを選択します。すると B の2のブロックで空いている席が表示されます。今い青色の座席の中から希望の座席を選ぶと座席の色が黄色に変わります。その状態で座席を確保するを押すと選んだ席のチケットが確保され他の方が予約できない状態になります。次に このような画面になりますので、座席番号をよく確認の上、チケットの決定ボタンを押してください。これで、チケットの確保ができました。一度決定した先は、変更することができません。また、ここから、10分以内に予約受付が完了しなかった場合、予約はキャンセルとなりますので、ご注意ください。続いて、 代金の支払い方法とチケットの受け取り方法についてご説明します。支払い方法と受け取り方法はご覧の3つがあります。1、シンフォニア岩国窓口で支払い、その場でチケットを受け取る方法。2、クレジットカードで決済し、セブンイレブン店頭でチケットを受け取る方法。3、セブンイレブン店頭で支払い、その場でチケットを受け取る方法。 ご希望の方法を選択してください。ここでは窓口支払いを選択します。次の画面でお客様の情報をご入力ください。また、ページの下にある利用規約と無断優勝状との禁止に同意をお願いいたします。それぞれチェックボックスにチェックを入れると次の画面に進むことができます。 次の画面で予約内容を確認します。間違いなければ、予約するボタンを押してください。予約確定前に、このような画面が出ます。必ずご確認の上、OK ボタンを押してください。これで予約が完了しました。予約有効期日までに、選択した方法で、チケット料金のお支払い、および、 チケットのお引き取りをお願いいたします。